速稼塾の久保です。ノクさん、ノクさんどうもありがとうございます。皆さんはね、どういうふうに思われてますかね。先生が言ったことって絶対ですかね。先生は間違ったこと言わないですかね。先生の言った通りにすれば人生バラ色ですかね。先生の言った通りにすればリスクは避けられるんでしょうか。違いますよね。先生の言ったことも一意見であり一つの説です。最終的にどれを選択するのか私たち一人一人に任されてるんですよね。進学して大学に行けば安泰ではないですよね。一流大学に行けばいいってもんでもないですしね。だからといって早めに就職して成功かどうかってことも分かりません。資格を取っておけば将来潰しが効くよって言っても効かなかったりするわけですよ、はい、じゃあそういうことが分かってるのになぜかね、今回の感染症騒動になるとテレビに出てくるどっかのね、医師会の先生とかどっかの診療所の先生の言うことを真に受けてませんかってことなんですよ。で、今回マスクが話題に出てますけども、どうなんですかね。マスクってそんなに安全なんですかね。3密ってそれほど避けるべきものなんですかね。ちょっと疑問を持った方がいいと思うんですよ。緊急事態宣言が出て外出の比率が 80% 減になった時、その瞬間から2週間後に発症者が出る、感染者が出ると言われていたんですけども、結局緊急事態宣言とかね、交通の自粛をお願いして8割減になっても結局は感染者って出てるわけですよ。で、制限をかけてない国会ですとかね、それから、都道府県の駅とか JR とかこういうところからはクラスター起きてません。不思議ですよね。じゃあ全国のスーパーマーケットどうですかね。毎日人がごった返してます。マスクをしてますけども、とてもじゃないけども2メートルの間隔なんで誰も取ってないですよね。バーゲン品が3月、4月、5月並んでいますけども、身を寄せ合って取り合っている、そんな姿が見えるんではないかなと思います。もともとスーパーってそんなに広いわけではないですから、ここね、超3密なわけなんですよ。でもクラスター起きてませんよね。どうなんですかね。本当に例えばね、コンサート、ライブハウスでスーパー以上の3密は起きてないのに、そこがクラスターになるんでしょうか。ホストクラブ、キャバクラ、クラスターになりうるんでしょうか。あれほどまでに完全な安全対策をして、接客も基本的にはね、集団ではありません。一人対一人が主です。そんなところでどうクラスターが起きるんでしょうか。本当にそうなのかなと思った時に、冷静に考えた時に、私たちはね、先生の言うことを結局は採用してるんじゃないかなと思うんですよ。だからといって世間体ってのもありますから、多くの方が勘違いをしてる、思い込んでるものに対して正論で切り込んでも勝ち目がないことは皆さんもよくご存知だと思いますんで、とりあえず世間体を保つためにマスクはしておきましょうということを私言いますけども、マスクがそれほど安全なものではないとは思います。もちろん危険だとはね、危険なものだとまでは言いませんけど、私もね、ただ私たちが手に入るマスク、最近は値段が落ちてきて1枚10円とか20円みたいになってきましたけども、あんな10円20円のマスクでどのぐらいの飛沫が防げるんでしょうか。結果ほとんど防げてないです。ただマスクをしてお互いに気遣ってるよっていうスタイルを取ってるだけです。あんなもんで安全は担保できません。 N95 みたいなね、完全密閉型のマスクっていうのは、これまたね、品数がなくって手に入りにくいです。こういった専門医が使うような、手術で使うようなね、専門的なマスクだったらそれは感染飛沫は避けれるでしょうけど、そんなもん私たち手に入れることはできません。販売したとしても、例えば1枚60円70円でも高くて手が出ないって言ってる人の中に、専門的なマスクを一つね、数千円とか数万円で買えないじゃないですか、結局は。ということで、私たちみんなありがたがってマスクしてますけども、効果がないというのが私の考えですね。効果がないばかりか、それに過信して安全対策がおろそかになる可能性まであると思うんですよ。例えばマスクをね、使い回したりとかね。どうですかね、車の中に次も使おうと思ってぶら下げてるマスクないですかね。マスクは一回一回捨ててますか。捨ててないですよね、きっとね。だってマスクに限りがあると思ってるでしょ。で、追加で買うことないじゃないですか。あの1000万円単位で買えばマスク余ってるんで、惜しげもなくバン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 捨てますけども、まあ私なんてマスクのゴミがむちゃくちゃ出ましたよ。本当に皆さんにね、お配りしたマスクがありますけども、まだまだ来るんですよ。だからマスクがね、余りまくっちゃって、昨日もね、マスクを大量に寄付してきたんですけどもね、近所の公民館に。まだありますからね。もうさすがにね、配るのも疲れてきたんで、もう配りませんけども、なんと言いますかね、あの先生が言うことをこれほどまでにね、権威づけに私たちは弱いのかなと思うと、私もね、なんかいろいろと考えるところがあるなと思います。もちろん私もね、
有名人が言ったこととか、自分の好きな芸能人、タレント、有名人ね、この起業家が言ったことに影響を受けてますから、私も同じような感じなんですけどもね。はい、マスクは体にとても悪いっていうタイトルでノックさんが動画をお送りいただきましたけども、非常に考えるところが多かったなと思いまして、私も動画にさせていただきました。私たちはね、本当に先生が言うことに弱いですね。結局先生が言うこと、有名人が言うこと、テレビで何回も繰り返し言われること、ネットで何回も見ることを信じてしまうんですよね。自分の力で考えることっていうのは、いつになったらね、できるようになるんでしょうか。本当にね、自分の身を顧みても恥ずかしい思いがしますけども、まあでもね、最善を尽くすしかないかなと思いながら、勘違いも込みで今日も考え行動していきます。いってらっしゃい。